おお。なぜ？こちらしてます。この番組は。よっしゃー、ゲスト会だやった今日はなんとナザレのミオさんに来ていただいております。珍しいっすよね、このメディアに出てくる。全然出ないっすね。ツイッターも全然更新しないし知ってください、まあ、いろんなボーカリストにうちのチャンネル出ていただいてるんですけど、はい、やっぱ皆さんすごいんですけど、まあ、ミオさんも、もう間違いなくすごいボーカリストの一人なんですね。まあ、ナザレって、まあ、シャウトもめちゃくちゃあって。そうですね。でね、たっけ。まあ、キーを高いですね。とにかく高いですね。キー高いって想像して、もうその次元にもいないというか、もう。ボカロ。そう、マジ。本当にそう。ボカロです。で、いろんなシャウトをね、使う人なんで、ちょっと、これはうちのチャンネルに出ていただくしかないなということで、今日は来ていただいておりますと。ということで今日そんなにミオさんを呼んで、はい、今日、一発目何をやっていくかと、言いますと、はい、本人リアクション動画やっていきたいと思います。やったー！ありがとうございます。映像を今回お貸しいただきまして、そう。公開されてねえやつ。公開されてないです。すごいから。ライブ。今日だからもうそういう意味でもレア回なんで、ぜひ最後まで見ていただきたいなと。ライブの内容ももうとんでもないことになってるんで、はい、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。ということで、このチャンネルでは、ボイトレ関係のお話とか、リアクション動画とか、日々配信しておりますので、はい、まだチャンネル登録をお済みでない方、よろしくお願いします。ナザレの情報は概要欄にありますので、チェックしてください。はい、本編いっちゃいましょう。オッケー、じゃあ今日見てまいりますのが、アイデアル。アイデアル。はい。という曲でございます。のライブ映像。未公開のやつ。要はネタ本舗初公開です。やばー、これ。まあ、ナザレって言ったらまずこれ。まあ、そうですね。みたいな。間違いない。もあるし。まあ、ナザレと言ったらですね。まあ、もう、ハイトーンもあり、まあ、吐き水のシャウトもあり、まあ、演奏時のテクニックもそうですけど。何でもあるやん。もう全部詰め込んで、でも、ちゃんと聴かせる。いや、そうですね。曲ですね。すげえ、目まぐるしい曲なんですよ、これ。そうですね。でも、やっぱ聴けるとこもあってっていうとこで、めちゃくちゃやばい曲なので、じゃあちょっと早速、はい。見ていきましょうと。お願いします。ということです。はい。レモンドを片手に。レモンドを片手に。参りましょう。飲み終わりそうです。はい。あ、これちなみにいつの場所はどこなんですか？これは渋谷のダブルダブル。ああ、あそこか。あの時のか。はい、そう、復活一発目ですね。でかいとこですよ、これ。ジョボラです。ジョボラ。あ、来た。ラスト。あ、来た。これラストなんです。いきなし。いきなり。いきなり。これはもう吐きと水混ぜてます、ね。そうなのよ。そうなんですよ。もう。もう混ぜてます、ね。もう混ぜちゃったっつって。もう、そいつだけ吸ってるんで、これ。ちょっともう一回聞きましょう、ここ。もう一回行きましょう。最初もね、吐きよ吐きなんですけど、いろいろやってんのよな、ここいきなり。結構種類は多いです。白いっすよね。ラストこれいいわ、マジで。いや、これ結構いい、もう楽しいですね、自分で。ここに、なんか、ワクワクしますわ。それが伝わるかもしれない、なんか、ミオさんから。これすげえ好きなんですよ。ここのフレーズやっぱ歌ってて、あ、アイデアルだわって、やっぱ自分で思うポイントもあるんで。なんか、ギヤーってくる感じがめっちゃありますね。そうですね。ミオさんも多分そういうテンションだから、うん、こっちも多分そういうテンションになるんだと思います。あー。こういう感じがすげえ伝わるっていうか、熱、エネルギーをめっちゃ感じます。一回地声に戻しますね、この背景の子。そうですね。これなんていう歌詞なんですか、こう。This ideal to die って言ってます。This ideal to die の2で戻してですね。This ideal to die! やべえ。なるほど。そうなんですよ。で、次はデモの時ってこれなかったんですよ。This ideal to die! あ、結構フラットな。で、ここホイッスルもなかったの、最初。わーって。ライブでやっちゃったんですよ。やっちゃったんですよ。やっちゃったんです。急遽ね。ここはじゃあ最初ちょっとミドル目に入ってるんですかね。そうですね。The side to die! で、高い上行くんです。上げてます。で、わーって吸って、ホイッスル。ザーで、一回落とすんですよ。ザーってこう、細けえ。この、うわーで、そうなんだ。繋いで、吸えるポイントまで入ってるってことですか？あ、そうです。面白え。この柄にもね。そうですね。うん。
良い良いこういう感じなんですよね、ナダルのサウンドのテイストがね。そうですね、吐きですよ、重いんだよなやっぱ吸ってますね、ミオさんのロウ重いんだよな。どうなんすか、あんまり重さを意識したことはないですけどねこれねホイッスルに繋ぎやすいんですよね、この発声が。へぇー、やっぱみんなみたいにこう、うわーって、うわーって出してないから、はい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 、変則的なシャウトもすぐ繋げられて、そっか、なんかどっかコアを持っといて、そうですね、こっからちょっと移動すれば他に移行できるようにずっとしてるんですね。そうですね、だから僕の多分まあ メインというか、うん、一番その真ん中に来るシャウト、ああそういうことか、これですね。まあグロールっていうのか分かんない、まあ、まあグロールですね。グロール、やっぱディラングレー好きなんでねそうですね、これは公言してますからね、これは公言してるね、してますからね、ギャオなんでやばいですね、やばいです、この辺やばい、これ水なんですよね今のピックスキル、今のピック、今のピック、これもね、なるんですよね、ミオさんのピック。まあ、これも全部吸ってピックすからね。吸ってピック。このパートピックですよね。これ B メロかな？ B メロは吸ってますよね。そうですね。なんか、うん、この発声どういうもの？なんか、あで繋げてますね。あおうん。これは全部吸です。何が起きてんだこれ。あれっすね。ミオさんの吸い、なんか、すげえ、上もなんか、なるし、下の厚みもあるしみたいな、なんかそういうなり方してる気がする。多分喉からは下なんですよね、うん、ただなんかその音が出てる時のその鼻の感じで多分上のそのそうキーっていう、なんかそうなんかドリル歯医者のなんか機材みたいな音しますね。たまにポケモンパルキやってられるほらほらほら、うん、ちょっとこうホイッスルとかもいけますね、それやばっ、そうですね、やばっ、なんか音が2つ出てんのかなとは、2つ出てる感じっす、めっちゃします、これすげえ、おいうわっええピック、これピックスクリーンですね、えさっきのだからやっぱ上ですよね、これね。そうですね、もうこれは上にもう完全にガンブリしてますね。ガンブリしてんすか。もうホイッスルまでいかないよりは維持しながら。まにその、ちょうどいいところでとどまる技術。なんか、ピックスクエールって、うん、それもすごいっすよ。これ吸ってんですけど、はいはいはい。と、のホイッスルの間。はい。なんかわかります？切り替わったのが。なんかね、ここが鳴ってるっす。そうなんですよ。結構やっぱ、かなり振動してますもん、顔も。やっぱそうなんだ。ここがね、めっちゃ鳴ってるのが聞こえるんですよ。ここはじゃあちょっとしばらく水の感じで、ちょっと特殊な音入ってますよね。そうですね。で、サビが来るのかな。これ、チェンジするんですよね。やばい。ですか？はい。じゃあ D シャープか。D シャープ。比較的でもやっぱこの曲は楽ですね。おかしいおかしい。何言ってんの？楽っすね。何言ってんすか？すげえ。そうですね。だからまあ比較的まあミックスで出しやすい。なるほど。うわ。やっぱなんかスッと出やすい。楽そうなのよ。まあ比較的、そうですね。Thank you.
何がむずいって、はい、切り替えが激しいっすね、これサビ。そうなんですよ、あの、かわらーまではミドルなんですよ。そう。たーがミックスなんですよ。ですよね。これをずっと切り替えをやり続ける曲なんですよね。ですよね。そう、それむずっと思う。これめっちゃ難しいです。ただこれ練習になるかもしれない。あ、でもそのミドルとミックスの境目をなくす練習にはめちゃくちゃちょうどいいと思います。ですよね。僕ディールの砂上とかでやってたな、それ。夏の終わりが多分そうです。あれと一緒の感じで、僕あれでミックス練習したんで。で、そのノリですよね、この。あ、でも本当にそのノリですね、この。G とこのミックスの行き来の、チェストチェストしすぎると、ミックスに行けなくて、重くなっちゃってフラットするんですよね。そうなんですよね。すげえ。意外とやっぱすんなり歌うために、うん、やっぱミドルでいかにちょっと癖を出しながら。なるほど。かんわーって、このビブラートをかけた段階で、ちょっとミックス寄りの喉の、わかりますか？なんかわかります。ミックスって、かっけー。力まないじゃないですか。力まないです。かんわーまでは力んでるんですよ。あーかんわーから、ちょっとミックスとミドルの中間で、ビブラートで。めっちゃ勉強になるやん。ビブラートをかけることによって、その次にこう、柔らかさを入れて、ちょっと境界線をぼやかして、そうですね。食っていけるようにしてるんですね。なるほどね。うん、あとこれ一人で歌ってますからね。一人なんておかしいからね。はい、来た。ちょっとね、またこう、チェンジしてるんですね。これ水ですね。やばっ。まあね。難しいんですよ。なんだろう。水ですけど、はい、ギターソロ中すいません。はい、あの水ってやっぱ弾いてるじゃないですか。そうですね。弾いてるんだけど、なんか押されてるみたいな感覚になる水ですね。あ、なんか、なんだろう。なんか僕、ここへっこませるんですよね。何そのヨガみたいな。なんかこの、触ってもらったらわかるんですけど、なんか、おお、へこんでるのわかります？はい。うわぁ、すげえ、これで鳴らしてるんですよね。わかんないっす。なんか、うん、これで鳴らしてます。なるほど。多分、じゃあ、ここの圧なんだろうな。多分、そうですね。ここで結構押してますね。うん。だから、なんか、滝みたいな水ですね。そうですね。それは意識してます。やっぱそうなんだ。まあ、やっぱ、鳴り的にやっぱ水っぽくはなるんですけど。まあまあまあ、多少は。うん。でも多分、普通ほど水吐きってのがわかんないと思います。あー。うん、まあ、僕はわ かるんですけど。まあ、ボイストレーナーなので。あんまわかんないと思います。ああ、そう。まあ、感じするか。かなり意識はしてますね。吐きっぽい水は出すように。逆に吐きは水っぽい音が出るようには。客観ですげえ。なんか中立を取ればなんかどっちだかわかんない。あんなこの人すげえ。やじか。そうっすか。はい。作ってますね。随所に。でね、ギトロが。ギトロが。来るわけですよね。な、8弦だけど8弦の、みたいな。ストランドバーグ。個性の集まりですね。うちあの、もうギターの別のストランドバーグなんですね。へぇー、そうなんですか。もうだいぶ珍しいと思う。ちょっと待って、ちょっと待って。そう、楽器体もテクニカルなんですね。そう、うちはもう、ボーカル以前に楽器体が本当にすごいんで。よう、集まった。ありがとう、本当に。テクニカルなんです。本当に。結構大してね。ですね。なんか、あれっすよね。真顔っすよね。そうっすね、真顔ですね。僕あんまり結構ライブ中、その、歌詞に対して感情を当ててるから、その顔がグーってなったりはするんですけど。はいはいはい。なんか、ピックスクエイとかも結構真顔でレコーディングが撮ってるんですよ。まあ、マイクがあって、ってやってるから、シュール。めっちゃシュールなんですよね。シュール。ここは吐きですね。これは吐きです。これ皆さん、あの、耳を鍛えるのにすごくいい資料ですよ。ね。吐きか、スイカ当て。吐きか、スイカ当てゲーム。ね。しかも、ミオさんだからね。わかんないですね。ね。これね、いいですね。いいっすね。ビブラートかける。なるほど。かなってね。このお客さんに渡す感じのやつ最高。エモい。これもエモさジュースですね。そうですよね。面白いですね。
吉祥寺。何今の畳みかけ。これだって本編ラストですよね。本編ラストで14曲目かな。14曲目ですよ。14、5ぐらいの。いや、何をやってるんですかこれ。おかしいですよ。キーコーコー、いや、で言ってますね。言い語まで言ってんのか。あんなにガナってシャウトして、そうなんですよ、散々いじめ抜いて。やば、ミオさんの声ってまっすぐなんですよね。なんかあの結構その加工してる感はあるかもしれない。加工したのみたいな音色がすでにしてるって。してないんですけど、うん、ライブだからね。ライブこれ僕あの本当に一切何もいじってない音声なんで、もうこれで撮ったまんまの音ですね。やば、それでこのまっすぐさ、これ特徴かなって思ってて。わぁ、かもしれないですね。まあハイトーン多分比較的そのみんなとは若干違うかもしれないですね。いやいや、あ、なるほど。ファルセットやっぱ強めではあるんで。ファルセット強いっすよね。強いですね、だいぶ。ファルセットをどういう感覚なんですか、押してる。まあファルセットをヘッド寄りに持っていくんですよ。はいはいはい。変わった。おぉ、出してます。硬っ。結構そうですね、ファルセットにしては多分結構強めな音では。強っ。まあ一応ミックスボイスっていう部類ではあると思うんですけど。いや間違いないっす。すげえ、これ特徴っすよね。そうか、ドンピシャ感めっちゃあるなっていつも思ってますね。まあ出しやすいかもしれないですね、ちょうどピンポイントでミックスで。いい語が。いい語僕出しやすいです。すごいな、寝起きで出ます。やばっ。ここね、ここね、締めてね。水こう出て、水ここは吐きですね。ちょっと吐きです。ここは吐きでしたね。いやだからバテバテです。バテバテ。ブラックアウト。そりゃそうですよ。とりあえず本編ですね。そういった本編ですね。素晴らしい。いや、素晴らしい。はい。これがアイデアル。アイデアルです。これ、アイデアルなんですよね。アイデアルです。なんか、いろんな読み方があるじゃないですか。英語、ああ英語的に。イデアルとか。イデアルとか、イディアルとか。カラオケもアイディアルになってるんで、アイデアル。第一交渉。いや、第一交渉。お願いしますよ。お願いします。っていう曲でしたけれども。はい。とんでもなくないですか、この曲。まあ、本当に最初難しかったです。なるほど、なるほど。まあ、なんかもう。まあ、これがベースです、むしろ。今もう実家のようなね。実家のような。これがベース、そう。これがベースなんですよね。ナザレ水準で言うと、他の曲もこういうレベルのがね、あるんですよね。なんかリハの時間余ったら、ちやるみたいな感じの曲。そんなテンションの曲がないですよ、これ。とんでもない人たちの集まりなんで、他の曲もぜひ興味出たよという方、概要欄の方から情報チェックして、見てくださいということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ、ここからも動画撮ってまいりたいと思いますので、はい、また引き続きよろしくお願いします。バイバーイ。